姿勢 10cm 対戦車自走砲かとは、大日本帝国陸軍の試作研究したオープントップの対戦車自走砲である。車体は製作途中で終戦を迎えたため完成した自走砲はない。本社はアメリカ軍の M4 中戦車や M26 重戦車との交戦を想定していた。砲のみ完成し、完全な車両は作られなかった。設計図では、 車体中央上部に棒立てのついた 105mm 対戦車砲を装備し、限定的な走行の施されたオープントップ式の早期車両である。1943年6月30日、日本陸軍は軍需審議会幹事会において M4 中戦車や当時アメリカで開発中の M26 重戦車を撃破できる兵器を必要とした。このためには、 合径1 0 5ト、mm、ルの対戦車砲が必要とされた。当初から巨大で重量のある砲は人力で運用することが不可能とされ、姿勢1 0トル対戦車砲を自走式とすることで計画が進んだ。設計は1944年1月着手、1945年2月に実用試験の予定であった。以後開発が進み、 砲のみは完成したが、車体は完成せずに終わった。前述の1943年6月30日の軍事審議会幹事会では、距離約1000メートルで200ミリメートル貫通が目標とされたが、その際、兵器行政本部の新見中佐と大田少佐は105ミリメートル鉄鋼弾で200ミリメートル貫通する条件を初速秒速1000メートルかつ、 距離500から600メートル、初速約秒速850メートルならば、距離1000メートルで約150ミリメートル貫通すると予想する発言をしている。距離約1000メートルで200ミリメートル貫通という目標は当時製造中の姿勢大力重化の方針材料を転用した本法では実現困難だった。このために改めて法を新開発する計画は立てられたが、 実行には移されなかった。姿勢1 0トル対戦車自走法上面、キアンズ姿勢1 0トル対戦車自走法、正面、キアンズ本社の姿勢1 0トル対戦車法と同時期に開発され、兄弟にあたる姿勢後式砲戦車の姿勢1 0トル戦車法。半自動装填装弾機が装着されている。完成車体は存在しない。本社の車体は、 三菱重工業東京機器製作所にて試作され、終戦時には一両が製作途中であり、エンジンは完成、車体は工程50%に達していた。車体は新規設計である。車体は4式中戦車を利用することとされた。そのためエンジンや足回りなど多くが4式中戦車から流用されたと考えられる。キアンズは姿勢7トル反対戦車実装法などに、 類似する。基本的には、オープントップの対戦車自走砲であり、限定された走行しか持たなかった。車体全部に、機関室を設け、その背後に操縦室、操縦室の後方は戦闘室が設けられた。車体ほぼ中央に棒立て付きの10センチメートル対戦車砲が、装備された。巨大な砲備の後座する空間と作業スペースの確保の、ため、戦闘室の側板を外へ倒し、 張り出しにすることができた。この車体に弾薬45発を搭載する予定であった。10センチメートル対戦車砲の車体は左右45度、不業マイナス10度からプラス20度とされた。車体全部にはディーゼルエンジンが搭載され400馬力を出力した。速度は時速40キロメートルが目標とされた。足回りは天輪8組のシーソー喧嘩。 離体幅は 450mm、設置長 4840mm である。車体底面と地面とは 400mm のクリアランスがある。装甲は全面 25mm、側面 20mm、上方 12mm、全備重量は約30トンとされた。乗員は6名である。砲は新規開発された専用の姿勢 10cm 対戦車砲を用いた。 設計は1944年6月6日に終了。1945年5月には2問が完成した。製作は大阪陸軍造兵将である。1944年2月7日の設計要目では姿勢 10cm 対戦車法は合計 105mm ライフリング長 4720mm 皇低社会マイナス10度プラス20度。 全備重量約7トンで、ライフリングは32本、深さ1ミリメートルであった。薬室を含めた、砲身長は、姿勢10センチメートル戦車砲と、同程度の5.759メートル前後と思われる。初速約秒速900メートルで、弾量16キログラムの砲弾を射撃し、距離1000メートルで150ミリメートル後半を貫通できた。 陸上自衛隊幹部学校選手協監室の所蔵資料であるこの絵第三師団の調整資料、原油対戦車兵器資材効力外見表によると、100TA の鉄鋼弾は、射距離1000メートル、貫通鋼板圧175ミ、mm、リメートルとなっている。本法は、昭和20年3月に完成予定だったが、実際は2ヶ月遅れで研究が終了して、終戦を迎えた。 砲弾は大型であり、キアンズでは、全長 969mm の弾薬と、全長 1195.3mm の弾薬がある。重量は約 30kg であり、弾量は 16kg である。姿勢 10cm 対戦車砲と、姿勢 10cm 戦車砲の薬質、弾薬の共通性に関して、詳細はわかっておらず不明である。ありがとうございます。